どうも、久しぶりです。ブーマーズ準レギュラーになりました、ショーンです。はい、まあ、今日はね、いつも通り WhatsApp に、まあ、中村さんとお話しようかなと思って来ました。まあ、ちょっとスパン空いたんですけどね、まあ、一応弟が、やってたんで手助けって感じでやってたんですけど、まあ、弟が作ったもんだったから、まあ、それはちょっとついていこうかなと思ってお願いされたんで、はい、お願いします。やります。じゃあ行ってみましょう。まあね、ちょうどアメリカに買い付け行ってたんで、それで、まあちょっと商品がね、変わったんで、まあちょっとずつ2人で見て、なんかいいのがあれば。そうだね、じゃあ俺も買おうかな。下手してね、ちょっとアップル欲しいなって。ちょっとアップルね。企業もの？うん。本当に可愛いですよね。うん。企業ものいいよね。企業ものとかだったらね、うん、この辺のジャックスとかさ。ジャックスか、アップルかとか。あ、ベンもいいよね。あえて。あ、ベンズはいいと思う。それしかもさ、両面プリントだしね。ね。しかも値段も 5% とかでしょ、まだ。あ、7% か。7%。いや、でもいいよ。うん。いや、でもこの当時ってボディ作ってないんでしょ。そう、まだ。ベン・デイビスとか T シャツボディとか作ってないから、全然違うボディついてる。最近ちょっといいなって思ったのは、アート系だと、キーゼーリングか。あ、ポップアートもね。そう。キーゼーリングを大人っぽい格好に一個こうポンっていうのがね、ちょっといいかなと思って。ほら、かわいい、ね。前写真で撮ったじゃん。スタイル撮ったとき。ああ。キーゼーリング長着てやったね。綺麗な感じにしたんだね。うん、相変わらずデッキーズが欲しいよね。デッキーズ今日入れたよ。やっぱね、デッキーズ一本ね、やっぱね、これ俺買ったけどやっぱ一番いい。カラーもね、結構いいんだよね。だこんなのそっくりさ、ストリートに合うし、かわいいな。ほんとこれにもう T シャツ1枚。でもさ、やっぱちょっとストリートに混ぜてほしいな、うん、俺は。下ちょっと太いパンツに、まあ確かにね、ちょっとなんか T シャツ可愛いの着て、あ、スクッと着てほしいな。あ、でも白あるんだね。白ある、ホワイトデニムある。でもだいぶ減っちゃったけど。あ、だから真っ白の方と左の方あるじゃん、うん、で、そっちの方までしょ、左の方でしょ。そう、そう、そっちの方だったらやっぱ着やすいと思うんだよ、俺。怖い人はきなりからやった方がいい。そうだね、きなりでちょっと白系、そうそう、混ぜた方が。だから俺も T シャツ、うん、もう完全にきなりの T シャツ着てるし、下は本当に白パン、うん、にほらきなり着てるし、でやっぱ上着はちょっとね、真っ白白になっちゃうから、ちょっとこういうの着たり。そうだね、確かに真っ白白であるのはなかなかやばいからね。ちょっとやばいな。シャツとかでもいいから色々と、うん、あとは CT が結構入ってたから。あ、 CT、 やっぱりまだインスタ全然上げてないけど、ヴィンテージはこの色ないからね。ないCT70 でやっぱ CT こっちだと全然手に入んないみたいで高いみたいだからね。これはマジでクオリティ高い。アメリカで見つけた時俺マジ超興奮した、うん、びっくりした。だって持ってたもんね、オレンジ。オリジナル、あ、オリジナルの方はね。そうそうそう、マジで同じだもん。出てると思わなくて、そう、本当に同じ。ほぼあのサンダリズムっていうレディースのラインだから、ちょっとソールが厚手になってて、 あとは下がちょっと柔らかいでしょ。あ、そうだね。そう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 、だからそこが90年代のやつとの違いなだけで、アッパースレードだし、もう下げ率は相当高いと思う。俺見た時、しかもこれかっこね、そう、ちゃんとワンスター入ってるね。それいいよね。いや、いいよ、いいよ。黒はない、黒字だった。いや、黒字やった、うん、全部売れちゃったから問題ないけどさ。いや、あれ、いやでも俺一番欲しかったら正直ネイビー。ああ、夏はやっぱサンダルネイビー、まあとはイエロー。星がさ、しっかり見える感じ。そう、これとこれは本当におすすめ、うん、まあ動画上がる時あるかどうか、ゴールデンウィークまで残ってるかどうかだね。まあそうだね、そこだよね。どうなるかな。めちゃくちゃいいと思う。あとやっぱこれも面白いよ。何？え、何？そうさ、ワンスターのさ、45周年出てたんだけど、うん、あのラフセード70年代の復刻なの。え、着物になったってこと？そう、本当だ。そう、セブンティーズのあのラフセードのワンスターの服が出たんだよね。これはまだインスタ上げてないけど、結構色もいいし、いや、いいね、これいいじゃん。かっこいいよね、うん、俺たちも好きなマスタード。そうそうそう。マスタードレッドルベル。マスタードやっぱ一番いいと思う。マスタードが一番いい、うん、でもね、これやっぱいいよ。多分履きやすいと思う、ヒルスター、ね、うん、それはもうね、2足ぐらい売れてる、うん、これしかも安いじゃん。そうなんだ、いや、これは、うん、
本当にヌードソックスみたいなの履いて、スポッて履いて、本当白パンにこれとか、うん、いいと思う、全然、うん、しかも多分45周年の時と一緒に出たからか、なんかスウェットの質がいいんだよね、いいよね、うん、そうそうそう、スウェットの質がすごい、全然違う、うん、結構その辺、だから今回コンバース結構いいの入ったから、足元いいの揃えてると思うし、そう、いや、このスウェットいいな、ね、いいでしょ、ラフスウェット、かっこいいよね、うん、でもやっぱちゃんと厚めに作ってあるっていうのがいいな、そうだね、だいたいコンバースってこうペトってしてるのが多いから、ね、すごい痛くなっちゃう人がいるけど、ね、うん、これ系はね、ほんと履きやすい、いいね、かっこいい、かっこいい、これ一番欲しいのこのピンズそうだね、ピンズだよ、ね、このね、なかなかピン売ってる店ってほんと今なくて、うん、昔はすごいこう雑貨屋さんとか、うん、あの原宿の本当に古着屋さん行くとピンズちょっとレジ周りに置いてあったりしたんですけど、あんまない、あんまない、見ないよね、うん、ピンズは欲しいっていうお客さんすごい多かったんだよね、でアメリカ行って意識して見てたんだけどやっぱ見つからなくて、でたまたまこれが出てきてもう絶対買い付けるわと思って買い付けたんだけど、やっぱ案の定でもインスタ上げただけですんごい量売れてて、もうアキラとかも種類いっぱいあったんだけどなくなっちゃったね、いやアキラもそうだけどやっぱピン自体がないんだよ、うん、ないね、缶バッジ売ってる店って多いけどピンズを売ってる店ってあんまなくて、そうだね、ないね、だから今 M65 のフィールドパーカー流行ったけどピンつけて、うん、そうだね、可愛いかなって、うんうん、いいね、ファティーグにピンつけたりとかね、うん、しかもちょっとアニメってとこいいよね、みんな知ってるじゃん、そう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 、ね、みんな知ってる、しかもしっかりレッドストックで90年代のやつだから、うんうん、90年代におもちゃ屋さんが売ってたんだけど、そのおもちゃ屋さん の, あの在庫、当時の在庫から出てきたから、まとまって出てきてそれを買い付けたって形、うん、そう、すごいね、アメリカでこういうの売ってた、やっぱ人気あるんだね、いや、そこの店がちょっと特殊特殊な特殊なおもちゃ屋さんだから、日本のものを置いてますみたいなおもちゃ屋さんでそれの本当在庫って感じ、そう、それを掘って見つけてきたって感じ、いやそんななかったよ、しかもその人ももうあんま売ってくんないから、まあ無理言って買わせてもらったって感じかな、ね、俺今回の買い付けすげえなと思った、俺のまさにど真ん中を全部買ってきてまあね、お客さんがこういう層が多いから、そういうなんかちょっと今まではオーナーの独断と偏見でこう買い付けてきてたけど、ちょっと俺のテイストも入れた感じあったから、すごいよ、ちょっと入荷がまた違う感じに見えたと思う、全然違った、うん、もう俺もう感激したもんピンズ買ってきて、もうやべえなマジで、うん、そうそうそうだろ、うん、だろ、俺だもん、じゃあ頑張ったぞって、そうね、頑張るな、お前やめんなお前